武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は宮崎大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが時間90分で大問が4題出題されております。で、問題の構成年度によって結構その、変わるんですが、計算が多い年と、まあ、論述が多い年、まあ、その間を行く年みたいな形で、まあ、どちらかに偏ることが、年度によってあります。で、論述に関してまず言うと一個一個の文字数がそれほど多いものは出ておりません。ただ、まあ、短い字数でいっぱい書くような、ものが年度によっては、出てきております。で、計算問題に関しても一個一個の計算がそこまで複雑なものではなく、まあ、基礎がちゃんとできていれば解けるものではあるんですが、まあ、年度的に計算が多い年だと、まあ、論述優先して対策した場合なんかにはかなり面食らうところが、あるかとは思いますので、まあ、どっちが多めになっても、対応できるように心がけておきましょう。で、結構その、まあ、その場での読み取り、だったり、また実験、考察など、結構対策がいるかなとは思います。で、まあ、バリエーションというか問題のパターンがどう来るかがなかなか読めないことを考えると、まあ講義用参考書だったり資料集、これらを使って、まあ何ていうか単純に問題解けるだけじゃなくていろんな出方がされても対応できるようにやっておきましょう。で、問題集の難易度としては、まあセンターや基礎などを終えている前提であれば、まあ、国公立標準問題集キャンパスで、まあ、計算も論述もどちらも対策はできるので、まあ、それに加えて過去問のやり込みプラス、微妙に足りてないところがあれば、その弱いジャンルについて追加で、何かやっていくという形ですね。ただ、まあ、ここに関しては、その、問題集ちゃんと仕上がっていれば、そこまで特別な、何かとても難易度が高いものが出るわけではないので、まあ、記述、論述、計算、どれが出ても対応できるように、まあ、幅広い練習をするように心がけてください。以上が生物の勉強となります。